絶対に入れたいモッド、参戦、ストレージ編。1、アイロンチェスト。このように鉄からダイヤまでアップグレ可能の大容量チェストです。2、ストレージドロワーズ。1ブロックに1種類、2種類、4種類入れられるドロワーがあり、それぞれアップグレードが入れられる。そのアイテム単体でクラフトできるものをクラフトせず取り出せるものもあります。本来は入れるドロワーにカーソルを合わせる必要がありますが、コントローラーをつなげば、入れられるドロワーに勝手に入れてくれます。3、リファインドストレージ。エネルギーを追加するモッドが必要ですが、小スペースでいくらでも容量が増やせるストレージを作れます。ディスクドライブに容量を決めるディスクを入れると、グリッドから入れられます。クラフトグリッドは、入ってるアイテムを使ってクラフトできます。いかがでしょうか、MOD ライフを。では、さようなら。絶対に入れておきたいモッド、4000、システム編。1、アップルスキン。このモッドを入れると食料の名前の下に、回復満腹量と隠し満腹度が表示される。食料を持つと UI に回復量が表示され、隠し満腹度があれば常時表示してくれる。2、クイックハーベスト。このモッドを入れると、成長しきった作物に向かって右クリックをすると回収してくれる。なので、骨粉を持って右クリックしていれば、半自動回収が可能になる。3、キャリーオン。このモッドを入れると、ストレージを持つブロックを持つことができる。持ち方は近くによってシフト右クリック。持ち上げ後右クリックでまた設置でき、きちんと中身は保持されている。ついでに、動物系も持つことが可能。4、グレイブストーン。このモッドを入れると、死んだ場所にお墓ができ、アイテムがばらまかれなくなる。墓を壊すとアイテムが回収できる。死んだ場所はスポーンした際に手に入る石板で座標を知ることができる。いかがでしょうか、便利モッドを入れて、いいモッドライフを。では、さようなら。絶対に入れておきたいモッド参戦、一括破壊編。1、フォーリングツリー。このモッドを入れておけば、原木を斧で破壊した際に、繋がっている原木が連鎖破壊してくれるようになる。一般的な木こりモッドですね。2、マインウォール。このモッドを入れておけば、鉱石を掘った際に繋がっている鉱石も連鎖破壊してくれる。1.18 ではオール系がマインウォールしかないのでこれ以上は紹介できない。ちょいと補足、花崗岩などの建築石材も勝手にマインウォールの対象である。ついでにモッド鉱石もいつからか設定がいらなくなっている。3、オアエクスカベーション。最初に掘り抜くという項目にキーを割り当てる必要がある。設定したキーを押しながら、ブロックを掘ると広範囲で掘ってくれる。このモッドの対象範囲はほぼ全てのブロックなので基本的にはこのモッドで十分である。ただ、広範囲採掘をした際に食料ゲージを消費する。ついでに採掘範囲には制限がある。採掘範囲は制限内であれば自由に設定可能である。初期設定では V キーで既存の範囲選択を選べる。B キーを押せば自分の好きな形、好きな高さを設定が可能。ただ先ほども言ったが制限がある。みんなも便利なモッドを入れて楽しよう。では、さようなら。絶対に入れたいモッド参戦、ブロック編。1、盆栽ツリー。このモッドで追加される盆栽は、土と苗木を入れると勝手に成長してくれる。右クリックをすると、GUI が開きこの中にアイテムを入れることで色々動作が変わる。斧を入れれば自動で伐採され、ホッパーを入れれば下のチェストに勝手に収納、効率強化を入れれば植物の成長速度がアップします。2、オープンブロックス、エレベーター。このモッドで追加されるエレベーターを上下に置くと動作し、上に行きたい場合はジャンプ、下に行きたい場合はシフトを押します。階層も増やせます。3、ウェイストーン。このモッドで追加されるウェイストーンを右クリックすると、別のウェイストーンの名前が表示され、クリックするとそこにワープする。ウェイストーンの名前は設置するときに決める。適当に決めるとわからなくなるので、あまり適当に決めない方がいい。いかがだろうか、便利なモッドを入れてみなも楽しよう。では、さようなら。絶対に入れておきたいモッド参戦。アイテム編。1、XP Tome。このモッドで追加される、本をシフト右クリックすると、本に経験値を貯めることができる。貯めた経験値は右クリックで戻る。経験値はレベルではなく量で貯めるため、低レベルで貯めても、レベルは拾った経験値量分しか上がらないのには注意。2、コンストラクションワンド。このモッドで追加されるワンドを持って、右クリックするとカーソルが合ってるブロックと周囲の同じブロックが同時に設置される。要するに広範囲設置ができる。石からダイヤまであり、それぞれ設置量と耐久値が変わる。3、ネイチャーコンパス。このモッドで追加されるコンパスを右クリックすると、GUI が表示される。GUI の中はモッドを含むバイオームが表示され選択して、検索するを押すと、コンパスが近くのそのバイオームに向いてくれる。選択後、コンパスを持つと右側に距離と座標が表示されるので便利。コンパスの方向に向かえばこの通り。きちんとありますね。いかがだろうか、みんなも便利モッドを入れて楽しよう。では、さようなら。絶対に入れなくてもいい、でも入れると結構便利なモッド参戦。1、コーラルウッドカッター。このモッドで追加されるウッドカッターの中に、原木、木材を入れるとクラフトができる。変換率はクラフトテーブルで作るときと変わらないけれど、余りが出ない。2、ウォーターストレーナー。このモッドで追加されるストレーナーベースを、水源の一つ下に置きその中に、ネットを入れると勝手に素材が手に入る。サバイバルストレーナーだと他に何も入れなくてもいい代わりにランダムで砂や砂利が手に入る。フィッシュマンズストレーナーを入れ、ワームを入れると魚がランダムで手に入る。ワームはウォーム瓶に食料を入れれば手に入る。3、ウォールジャンプ。このモッドを入れると、壁に向かって前キーとシフトを押すと壁に掴まれるようになる。この状態で、反対方向を向き、前キーは押したままで、シフトを離すとジャンプができる。このように連続で行えば連続で壁ジャンプができます。壁に向かってシフトを離せば垂直でジャンプしてくれるので上に飛び乗れます。いかがだろうか、便利ではあるので入れてみてください。では、さようなら。地味だけど入れていると便利なモッド、参戦。1、アーマービジバリティ。このモッドを入れていると、初期 V キーを押して、着ているアーマーの見た目を消すことができます。もう一度押せば元に戻ります。スキンを隠したくない人には便利なモッドです。2、シュルカーツールチップ。シュルカーボックスの中身が多すぎてわからない時に便利なモッドで、インベントリを開きカーソルを合わせると、GUI が出てきてわかりやすく表示してくれます。オルトキーを押している間は従来の表示に戻り、初期 V キーを押せば切り替わります。3、インベントリーソーター。チェストがぐちゃぐちゃになる人におすすめのモッドで、初期マウスホイールキーを押すと、整頓してくれます。それ以外の機能はないです。いかがでしょうか？みんなも便利なモッドを入れて楽しよう。では、さようなら。みんなはどれがいい？バックパックモッド、3000。1、イグニッション、エンダーバック。このモッドのバックはなんといっても容量がでかい。8×13 スロット、104スロット入れることができる。だた、その分突出した機能はない。2、スポシスケードバックパック。このバックはシフト右で地面に置くことのできるバックで、容量は通常チェスト分ほどある。容量が普通の代わりに、様々ある特殊なアップグレードが付けられる。このキックアップアップグレードは設定したアイテムを自動で入れる、入れないを選ぶことができる。草ブロックを設定して拾うと、このように自動で入ってますね。このモッドは本ライドを装備欄に装備できますが、キュリオスが入ってると専用スロットに装備できます。初期は D キーで背負ってるバッグを開けられます。3、トラベラーズバックパック。このバッグも地面に置くことができる。容量はラージチェスト分です。右下のスロットでクラフトが可能。あと、両脇に液体を2種類入れることができる。左下のボタンで背負うことができ、初期 B キーで GUI が開けられる。ついでに、地面に置いた後、左下のボタンを押すと、簡易的にベッドが出てくる。ちゃんと寝ることも可能。いかがだろうか、好みのバックモッドを入れて楽しよう。では、日常的に使いたいモッド、2000。1、X アローズミニマップ。このモッドを入れるとミニマップが表示されます。ミニマップは座標と地形、モブの位置が表示されます。初期 B キーでウェイポイントが付けられ、マイクラナイトマップにその位置が表示されます。これで拠点の位置がわからなくなることがなくなります。あとは U キーを押すことでウェイポイントの管理ができます。2、ニート。このモッドを入れるとモブの上に、そのモブの体力を表示します。殴ればもちろん体力バーが減っていくので、体力がどれくらいになってるのかわかるようになります。いかがでしょうか？結構便利なので入れてみましょう。では、さようなら。絶対に入れてほしいモッド、3000。1、ザ・ワンプローブ。このモッドを入れると、見ているブロックの情報が表示されます。ブロックデータはもちろん、他モッドのエネルギー残量なんかも確認でき、モブは HP が表示されます。表示方法はこのプローブで設定できます。左の画像の位置をクリックするとその位置に表示したり、右でサイズを変更できます。2、ゲットイットブラザー、ドロップ。このモッドを入れるとドロップされているアイテムがまとまります。このように、ドロップアイテムの2、3ブロック内にドロップすると近くのドロップアイテムに吸い付くので、大量のドロップアイテムで重くなることがあまりなくなります。3、トラッシュスロット。このモッドを入れると、インベントリの右下にゴミ箱が追加されます。ここにアイテムを置くことができ、2個目以降のアイテムを置いたら最初に置いたアイテムが削除されます。初期、デリートキーを押すことで直接トラッシュスロットに送ることができます。いかがでしょうか？便利なので入れましょう。では、さようなら。入れておけば損はしないモッド、3000。1、パッキングテープ。このモッドは、ガムテープを追加します。このガムテープはチェストに向かってシフト右クリックすると梱包してくれます。梱包を破壊すると、そのままブロック化します。これを、設置して、シフト右クリックをまたすると元に戻ります。中身がきちんと保持されていますね。コンフィグでいじればスポナーも運ぶことが可能になります。2、ラゲージ。このモッドで追加されるラゲージを右クリックすることでモブ化してついてきます。右クリックするとインベントリが開き、この中にアイテムを入れられます。雷に当たると、見た目が変わり、容量が上がります。3、カプセル。まず、中心にキャプチャーベースを置きます。それより上に建築を適当にして、カプセルを投げます。すると、カプセルの容量分のブロックを収納してくれます。収納したら、右クリックを押しもう一回右クリックをすると収納したブロックを設置してくれます。中心に落ちてるカプセルは回収してください。そのカプセルを右クリックするとまた収納してくれます。カプセルに収納できる容量は、カプセルごとに変わり最大 11×11×11 まで収納できます。いかがでしょうか？いいモッドライフを。では、さようなら。入れなくてもいいけど面白いモッド、3000。1、コネクティブルチェーンズ。このモッドはチェーンを持って柵を2箇所右クリックすると、繋げることができます。連続で繋げることもできるし、高さが違う柵にも付けられます。一応ブロック判定なので乗れます。2、カメラモッド。このモッドはその名の通りカメラを追加します。右クリックで覗いて、もう一度右クリックすると撮ることができます。撮った画像はインベントリにアイテムとして出てきてくれて、右クリックで見れます。アルバムというアイテムを持ってシフト右を押すと中に写真をしまいます。イメージフレームというアイテムを設置して、その中に写真を設置し壁に飾ることもできます。3、テーブルトップクラフト。このモッドはチェス台を追加します。チェス台をシフト右クリックすると GUI が開きゲームが開始できます。ニューゲームを押すとコマが出現して、コマを右クリックして掴み、置きたい場所を右クリックすると、コマを進めることができます。白、黒交互にコマが動かせます。リセットしたい場合はまたニューゲームを押せばリセットします。補助機能にチェックを入れればコマの動かし方がわかりやすくなっていいです。いかがでしょうか？面白いモッドを入れて楽しもう。では、さようなら。大体の人が便利だと思うモッド、3000。1、コブルフォーデイズ。このモッドは丸石製造機を追加します。この丸石製造機は素材によって生成量が変わりダイヤが一番生成してくれます。使い方は、置いて下にホッパーを置くだけの簡単仕様です。2、スピーディーラダーズ。このモッドでは上り下りの速度が速いはしごを追加します。普通のはしごはこの速度ですが、1個上の石にするだけでこの通り、ダイヤに至ってはこんなに速く登れます。3、コロッサルチェスト。このモッドでは、組み立て式の巨大なチェストを追加します。2×2 でも相当量入ります。このチェストの作り方は 3×3 以上であれば真ん中を空洞にする必要があり、大部分をウォールで囲み、ホッパーなどを接続したい場所に、インターフェースにして最後に、1箇所必ずコアを入れると完成します。いかがでしょうか？便利だと思うので入れてみてください。ではさようなら。面白いアイテムを追加するモッド、3000。1、エンジェルリング。このモッドで追加されるエンジェルリングをキュリオスのスロットに入れることで効果が発動します。エンジェルリングは経験値と引き換えにクリア飛行が可能になります。経験値の消費量はそこまでですが、ちょっと作成コストは高いです。2、クラウドブーツ。これを装備すると、移動速度アップとジャンプ力上昇がつきます。ついでに落下耐性がつくので、高いところから落ちても安心ですね。3、タイムインアボトル、スタンドアローン。このモッドで追加されるボトルをかまどなどの時間経過が必要なブロックに、シフト右クリックすると、時間経過速度を倍化してくれます。最大256倍まで速度を上げることが可能です。かまどに使えばこの通り、超速で作ってくれてますね。作物にも使うことができます。この倍速は時間経過とともに消えたり、作物の場合は最大まで成長すると消えてしまいます。なのでいちいち手動で倍化していく必要があります。いかがでしょうか？程よいバランスだと思うのでぜひ入れてみてください。では、さようなら。結構使えるアイテムを追加するモッド。3000。1、魔女ズブルーム。この魔女ズブルームを右クリックするとエンティティとして設置されます。この砲機を右クリックすることで乗ることができます。方向キーで移動し、ジャンプで上昇、コントロールで下降します。降りるときはシフトです。回収するときはシフト左クリックで回収できます。ただ、こんな面倒なことしなくても、R キーを押すことで自動で乗ってる最中にもう1回押すと回収されます。2、シンプルマグネッツ。このモッドで追加されるマグネットを右クリックすると、機能がオンになります。この状態のマグネットがインベントリにあれば、近くのアイテムを引き寄せてくれます。通常マグネットが5ブロック、アドバンスドマグネットが11ブロックの回収範囲になります。3、モブキャッチャー。このモッドで追加されるモブキャッチャーでモブを左クリックすると、モブをしまうことができます。しまったモブは右クリックで戻すことができます。村人もしまうことが可能です。ただ、ダイヤモンドモブキャッチャーでは敵モブをしまうことはできません。ですが、ネザライトモブキャッチャーならしまうことができます。まあ、使い道はあまりなさそうですが、いかがでしょうか？便利だと思うので入れてみてください。では、さようなら。